1231人の応募者から選ばれた9人組ガールズグループ NiziU は、去年12月にデビューをしてから、特に幅広い層からの人気を集めています。NiziU メンバーの一人であるリオは、E-Girls の妹分であるバニーズとして活躍していた経験もあり、レベルの高いダンスが魅力です。名古屋市出身の19歳であるリオ。NiziU の中では、リーダー、マコの次に年上のお姉さんメンバーです。美人な顔立ちのためか、クールに見られがちですが、飾らない明るい性格でメンバーからも慕われています。今回は、そんなリオが見せた努力の裏側と、感動的なエピソードをご紹介します。小学2年生の時から、ダンスを始め、オーディション最初の審査では、課題曲をその場で決めて、即興で、オリジナルの振り付けを披露するという実力を見せつけ、周りを魅了しました。J.I. パークも、リオのダンスを見て、まるで演技をする人のようです、と語ったほどで、ダンスと表現力を評価したのです。しかし、その後の審査では、ダンスが上手いがゆえに、リオさんはダンサーのように見えます。歌手は、ダンサーのように見えてはいけない、という指摘を受けてしまいました。しかし、ここで諦めないのがリオのすごいところ。悔しさをバネに誰よりも早くスタジオに入り、自分のパートを繰り返し練習し、必死に努力を重ねたのです。その思いは周りに伝わり、ニジプロジェクトの制作陣から、リオは実力と努力で審査を通過していた、と評価されました。そしてチームミッションで披露した、イッチの ICI のパフォーマンスで、力の強さ、正確さ、柔軟性、雰囲気が全部あり、歌も上手だった。今日踊った練習生の中で、最高でした、と、J.I. パークからも絶賛されたのです。その努力の甲斐あり、最終順位4位という結果で、無事NiziUメンバー入りを果たし、誰もが認めるアイドルとなりました。現在は、NiziUのメインダンサーを務めるリオですが、先ほども言ったようにダンスを始めたのは小学2年生の時。当時から実力は確かなもので、いくつものダンスコンテストに出場して優勝しています。中学2年生の時には、EXILE が所属する LDH が運営しているダンススクール EXPG スタジオの練習生となり、EXILE や E-Girls など所属アーティストのライブでサポートダンサーとして活躍していました。そのような経験を着実に重ね、EXPG の特待生に選ばれたリオは、E-Girls の妹グループ、バニーズのメンバーへ昇格したのです。バニーズは、中学生以下が所属する E-Girls 予備軍とされており、そのような期待がかかっていたリオが EXPG を辞めて NiziUプロジェクトへ参加したことについて、アーティスト活動をしたいっていう夢があって、EXPG スタジオに通っていたんですけど、そこを辞めた理由は、正直、演技をしたかったからです。けど辞めた後に、もう一度自分の経験が活かせることがやりたいと思って参加しました。ずっとアイドルを目標に生きてきたわけではないけれど、ただ私は将来は輝いた存在になることしか夢にないので、それを実現したいです、と語っていました。一見クールに思われがちなリオですが、このような熱い気持ちを持って、自分の思いのままに人生を選択しているのはとてもかっこよくて素敵です。しかし、リオはクールな見た目から初めて会った人には性格がきついのと近寄りがたい性格に誤解されることもあるのです。実際に NiziUプロジェクトでも最初は勘違いされていたようです。しかし、審査が進むにつれ、喋ることが大好きな人懐っこい性格やチームミッションなどでは自分が練習で得た技術を惜しみなくメンバーに教えていた気さくさ、そんな仲間がうまくいくと涙を流して喜ぶ情熱的な一面が明らかとなっていきました。また、バラエティなどでは率先して場を盛り上げようとするユーモアさも持ち合わせていて、実際はとても親しみやすいのです。NiziUはメンバー同士とても仲がいいことで知られていますが、リオとマヤはファンの間でベストカップルと言われるほど仲が良いのです。以前放送された NiziUのデビューまでに密着したリアリティ番組 WeNiziU。We Need You の中でファンからの質問に答えるというコーナーがあったのですが、そこでの
無人島に連れて行くなら誰という質問に、リオとマヤはお互いを指名し合っていました。また恋人にしたいメンバーはというインタビューの中での質問でまたしてもお互いを選んでおり、リオはその理由をお休みの日にマヤの手料理をよく食べるのですが、本当に全部ほっぺたが落ちるほど美味しいんです。なので恋人になって毎日マヤの手料理を食べたいなと思いますと答え、マヤも私はリオを恋人にしたいです、韓国に来てから一番一緒にいることが多いのですが、愛嬌があって本当に可愛いですし、性格や好きなものなど気が合うことが多くて本当に大好きですと答えていました。一見クールに見えるリオですが、本当は夢を叶えるために努力を惜しまないかっこよさと気さくで優しい人柄を持ち合わせている、とても魅力的なメンバーであることがわかります。そんなリオがこれから20でどのような活躍をするかとても楽しみです。ご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いします。